吉川英治一作。宮本武蔵、風の巻。今用六花線一。こちらの文のお返しに、白紙などよこされて、なんともこにくい一座ではある。このまま黙って引っ込んでいては、いよいよあの金立原を良い気にさせておくようなもの。この上は、わしが行って自家団子をと出かけ。 意地でも吉野大夫をこちらへ申し受けて来ねばならぬ。遊びに歳はないものだそうであるが、酔うと今日の常じたまま、踏み止まりのないハイヤー所有であった。こう言い出すと、どうしても、自分の思い通りにならないうちは、そのひたぶるな遊びのわがままが収まらないと見える。案内しあんない試合。 住木大宮の肩に捕まって立ち上がり、そばから光悦が、まあまあ、と引き止めても。いいや、わしが行って吉野を連れて参る。ほともとども、あの方々の席わしを案内しあれ。恩大将のお出馬に騒う,うぞ。我とは思わんものは、つけ、つけ。危なっかしくってハラハラさせられるが、 放っておいても決して危なくないのが酔っ払いである。しかしそれを危なくないからといって見ている世の中では面白くない。やはり危なかったり危なそうに見せたりするうちが世の中の修命でもあるし遊戯の世界の地味でもある。分けてもまた、醤遊老人のようにいも甘いも知りつくし遊びの裏も表も 心へ抜いている客になると、同じ酔っ払いでも、扱いいいようで、大いに扱いにくい。遊ぶ心と、遊ばせる方の心とがよろよろ。歩いている間も不足不り、つまり、あうんの呼吸というものである。船橋様、おあぶのうございまする。と、女たちがかばえば。なんじゃ、馬鹿にするな。酔えば足が広けるが。 心はひょろけてはいないぞ。と、むずかるし。では、お一人で、お歩き遊ばせ。と、話せば、廊下へペタと座ってしまって、少しくとびれてうろわしを打ってくれい。という。いくら広いにしたところで、同じ家の別な部屋へ行くのに、廊下続きで、こう散々んん手間取らせて道中しているのを、所有に言わせれば、 これも遊びの一つというに違いない。何でも知らない顔をしながら、何でも知っているこの水客様は、途中でこんにゃくのようになって、女たちを手こずらせていたが、その、かんがんここつとも言えるような、細っこいロークの中には、なかなか効かない気象が潜んでいるらしく、さっき、白紙の変書をよこしたり、あちらの別室で、 吉野太夫を独占して、得意げに遊んでいるらしい、カラス丸ル、三などの一座に対して、大臭い金立原は、何のチョコ材な、と、常々の豪気が酒に混じって、胸でムラムラしていることも事実であった。ク家といえば、武家もはばかる厄介者であったが、今の京都の大町人は、そんなものを、 少しも厄介には思っていない。打ち割ったところを言えば、お人の良い、どうにでもなる。ただいつも、異界ばかり高くて、金のない階級、というだけのものである。従って、金を持って適当な満足を与え、風雅を持って上品に交わり、異界を認めて、誇りを持たせておけば、それで彼らは、 自分たちの指人形のように動くことを、この船橋様は十分に知り尽くしている。どこじゃ、観覧様の遊んでござるお座敷は、ここか、こちらか。奥まったところの華やかな日の差している障子を撫で回して、醤油がそこを開けようとすると、出会い頭に、いや、誰ぞと思えば、 こんな場所に似合わない僧の拓庵が、内から底を開けて顔を出した。に、お、おと、目を丸くし、かつ、奇遇を喜び合って、所有の方から、ぼーず、お前もいたのか。拓庵の首筋へ抱きつくと、拓庵も口真似して、親父、 お主も来ていたのか。と、所有の首を抱え込み、出会い頭の酔っ払い同士が、恋人のように、汚い方と方とを擦り合い。脱者か。ポッシャじゃ。会いたかった。嬉しい坊詰め。しまいには、ぽかぽか頭を叩いたり、一方がまた、一方の鼻の頭を舐め出したり、何をやっているのか。 酒飲みの気持ちはわからない。今そこにいたあ庵が次の部屋から出て行ったと思うと、廊下のあたりでしきりと障子がガタガタなり、恋猫と恋猫とがじゃれているような鼻声が聞こえるので、カラスまる三つ弘は向かい合っているこの絵信忠と顔を見合わせ。ははん、んのごとくうるさいのがやってきたらしい。 そっと苦笑を漏らした。三弘はまだ若い。見るところ三十ぐらいな気候詩だった。裸にしても道場人らしく白石の美男であるから、実際の年はもっと余計かもわからない。眉は濃く、唇は赤く、再起干拓なところが瞳に出ている。武家ばかりが人間のような世の中に。 なんでマロをクゲにうましめたか。というのがこの人の口癖であって、優しい要望のうちに激しい気象を増し、武家政治の自流にうつぼつたる不平を抱いているらしかった。頭が良くて若いクゲで、今の世帯に悩みを持たる奴は馬鹿である。これも光つ弘が言ってはばからない持論なのだ。 それを還元するとつまり、武家は部門の一門を施職とするものだが、それが政治の剣を矛にかざし、うぶんサブの融和も釣り合いも、この頃ではあったものではない。公下は節句の飾り物、人形でも住むことだけを任されて、曲げてかぶれぬ冠を乗せられているのだ。そんなところへ、自分のような人間を生ませたのが、 神の過ちというもの。我人身足らんとすれば、今の世の中では、悩むか飲むか二つしかない。しかず、美人の膝を枕に、月を見、花を見、飲んで死のうか。というような意味であるらしかった。クロードの神からウダイ弁に上り、今も三義という原色にある阿孫であるが、そこでこの気候誌は、 盛んに六条柳町へ通ってくる。この世界にいる時だけ腹の立つのを忘れるというのである。その、若くて悩む仲間には、アスカイ・マだの、特大寺・サネヒサだの、火山院・忠タだのというもっとはつらつとしたものもあって、武家と違って、明名貧乏のくせに、どう金の工面をしてくるのか、 いつも大屋に来ては、ここへ来ると、人間らしい心がしてくるぞ。とばかり、飲んで騒ぐことを例としていたが、その顔ぶれと少し違って、今夜の彼のお連れは、まことにおとなしやかな人品だった。そのお連れである、この絵信忠というのは、光広よりは、歳も等ほどは上であろう。 どこか重々しい風貌があり、眉もひいれているが、豊かに浅黒いその方に、薄ばたのあるのが、世間並みに言えば傷である。けれどその薄ばたなら、鎌倉一の男、源の実朝にもあったということだから、この人だけの課金ではない。ことにこの人が、先の関白、うじの長者という、 いかめしい身分などをどこにも見せず、ただ、予儀の書道において聞こえている、この絵山脈院として、吉野太夫のそばでニヤニヤしているところは、かえってなかなか、ゆかしい薄ばたであった。三。顔中をえくぼにして、この絵信忠は、その薄ばたを、吉野太夫の顔に向け、 あの声は、醤油だのう。と言った。吉野の勾配よりも濃い唇が、おかしさを噛みこらえながら、あれ、ここへお見え遊ばしたら、どうしたらようございましょう。困ったような目元をする。カラスマル光弘は、とつのと、吉野のうを抑さえて、次の孫子しに廊下の境へ、たくあんぼう。 宅安坊、そんなところで何をしておられるか。寒いぞ。そこを閉めて出るなら出ろ。入るなら入れ。と、わざと言い放ってみる。するとそのたくあんが、まあ、入れ。と、障子の外から、醤油老人を引っ張り込み、光弘と信忠の前へ来て、ぺたりと座った。おお、これは。 思いがけぬお連れではあるぞ。いよいよ面白い。ハイヤー少優は、こう言うと、さすがにいくら酔っていても、少しも崩れない薄い膝の角を、そのままずいと進めて、すぐ、信忠の前へ手を差し出し、お流れを、と、辞儀した。信忠はニヤニヤ。裏橋の大きな、いつも元気でよいの。 ガン観ン様のお連れが、親方とはつゆだに知らず。と、逆を返す手から、もうこの古妻者は、わざと酔いを誇張して、酩酊した太郎蚊者のように、細いしわ首を振り動かした。ゆ、許されい親方。へ、平城のご無沙汰はご無沙汰。会った時はあった時。何の、関白でござろうと。 三義でござろうと、ははははは、のう、たくあんぼう。と、またそばの坊主頭を脇へ抱え込み、どぶただと、光宏の顔をさした。世の中に気の毒なものは、このこの奥へという人たちじゃ、関白の祖大人のと、良い名はもらうが、実はくれぬ。まだまだ町人が遥かましよう。 ノー坊主そう思わんかいあんも、この水老人には少しヘキ,ヘキの手で、思う思う、と、彼の腕の中からやっと首を外して自分のものにすると、これ、お坊からはまだいただいておらぬが、と、酒月をせがむ。そしてその酒月を顔に乗せるように傾けて、また、 のう、ノーお坊主。お主などはずるいやつじゃぞ。今の世の中で、ずるい人間は坊主。賢い者は町人。強い者は武家。愚かしき者は道場型。はっはっはっは。そうじゃないかそうじゃ、そうじゃ。好きなこともようできず。さりとて祭りごとからは閉じ目を喰らい。せめて歌でも読むか。 書でも書くか。そこより他に力の出し場がないなどということが。はっはっはノーボーズ、あろかいなあ。飲んで騒ぐことなら、光つ弘も負けないし、画壇や酒の量なら、信忠も遅れをとっていまいが、こういきなりまくし立てられたので、顔負けしたというか、さすがの二人も、この細っこい侵入者のために、 すっかり座狂をさらわれてしまった形で沈黙していた。その図に乗って所有は、だう友ゆうはなんとおぼされるのな例えば、道場型に惚れめさるか、それとも、常人に惚れめさるか。ほほほ、まあ、船橋様が。笑いごとでない、真面目に女子の胸を叩いてみるのじゃ。 うーん、そうか。いや、読めた。やはり太夫も、町人が良いというか。さらばわしの部屋へ来い。さあ、太夫は、醤油がもろうて行く。吉野太夫の手を自分の胸に収めて、この古妻を抜からぬ顔して立ちかけた。四。光つは驚いて、 手のか付きをこぼしながら下へ置き。たわむれも、ほどこそあれ。と、昭佑の手をもぎ放して、吉野太夫を自分のそばへ抱え寄せた。なぜ、なぜ。昭佑はやっきとなって、無理に連れて行くのではのうて、太夫が来たそうな顔しているから連れて行くのじゃが、のう太夫。間に挟まった吉野太夫は、 ただ、笑っているほかなかった。光弘と小遊の二人に、左右の手を引っ張られて。まあ、なんとしようぞ。と、困った顔をしていた。本気な意地でもさやあてでもないが、本気にも、っきにもなって困るものを困らせるのが遊びである。光弘もなかなか聞かないし、小遊も決して引かない。そして、 よしの両方のギリに挟んで。そう、というどちらの座敷を務めるか。この縦引きは太夫の胸しらい。太夫がなびきたい方へなびくがよい。と、いよいよ、彼女を困らせるような羽目をして、いじめにかかる。これは面白い。と、あんは、ことの収まりを眺めていた。いや、眺めているばかりでなく、 という、どっちへ着くのだどっちへ着くのだと、彼までが、そばから規制をけしかけて、このおさまりを魚にして飲んでいた。ただ、温厚なこの絵信忠だけが、さすがにお人柄を見せて。さてさて、意地の悪い客どもよな。それでは、吉野もいずれとも言えまいが、そう無理を言わずに、皆が仲良く、 一座してはどうじゃのと、助け舟を出し、そういえば、あちらの座敷には、光悦がただ一人で置き放しになっているというではないか。誰ぞ、光悦をここへ呼んでまいれ。と、他の女たちへ行って、この場合を紛らせてしまおうとした。昭友は、吉野のそばへ座り込んでしまったまま、いやいや、 呼びに行くには及ばない。わしがただいま、ヨシを連れて、あちらへ行く。手を振って止めると、なんのなんの、と、三広もまた、ヨシを抱えて、話そうとしないのである。褒爵な金立ち目が、と、ゆうは開き直って、酔いに輝いている目とか付きを突きつけて、三広へ行った。では、いずれが。 花の吉野え分けいるか、この女の目の前で、せ戦ないだそうせ戦とな、こともおかしい。三つろは、別の大きなさがずきをたを高きへ乗せて、二人の間へ置き、さもりモのし白がをそめてござったかなんのさ、骨細な苦行のを相手にするに。いざまいろう、勝負、勝負。何でいるか。 ただ、こもごも飲むだけでは今日もない。色めっこ。薬体もない。では、買い合わせ。あれは、むさいじじを相手にする遊びではない。にくいことを、しからばじゃんけん。よろしかろうさあ、たくわんぼう、行事行事。心得た。二人は真顔になって、剣を戦わせた。 一生いっぱいのつくたびに、どっちかが、酒好きを飲みほし、その悔しがりようを見て、みんなが笑い崩れるのだった。吉野太夫はその間に、おともなく席を立って、松の暗いの裾をそそと引き、雪の廊下を、奥深く、姿を消してしまった。五。これは、相打ちとなるほかあるまい。 どっちも酒にかけては、ひとかとの後者とつわもの。主戦の勝負はいつ初べしとも見えなかった。吉野が去ると間もなく、わしも、急に思い立ったように、この絵信忠は屋形へ帰ってしまったし、行事のたくあ案も眠くなったと見え、無遠慮なあくびを出してしまう。それでもまだ、二人は主戦をやめない。 勝手にやらせておいて、あんも勝手に寝転ぶ。そして、近くにいた隅菊大夫の膝を見つけて、そこへ断りなしに頭を乗せてしまう。そのまま、うつらうつらしているのは良い気持ちだったが、あんはふと、寂しがっているだろうな。早く帰ってやりたいが。上太郎とお通のことを思い出していた。 その二人は、今、カラスマル・ミの館に世話されているのだった。伊勢の荒木田勘主から届け物を頼まれてきて、上太郎の方は暮れから、お通はつい先頃から。その先頃といえば、伊戸や清水観音の音羽谷で、お通が薄木馬場のために追われた晩、不意に拓腕が、 あの場へお通を探しに行ったというのにも、前からあんな不安を予知して、彼をそこにおもむかせた理由のあったことなのである。たくあんと、カラスマル・ミとは、もう随分久しい交友であった。若に、善に、酒に、悩みに、いわゆる同友の一人だった。すると、その友からこの間うち、 どうだ正月じゃないか何を好んで田舎の寺になどくすぶっていられるか灘の名手、京の女、鴨の千鳥、都は恋しくないか眠たいなら田舎で禅をなされ。生きた禅をなさるなら人中でなされ。その都を恋しく思ったら出てこられてはいかがと、そんな消息が来たので、あんは、 この春、登ってきたのだった。偶然、そこで彼は、上太郎少年を見かけた。やがたのうちで、毎日開かずによく遊んでいる。光つに聞いてみると、しかじかというわけ。そこで上太郎を呼び寄せ、詳しく聞いてみると、おつうだけは、元日の朝から、おすぎばあと共にばばの家へ行って、それきり頼りもないし、 帰ってこないという事情が分かった。それはとんでもないことだ。あんは驚いて、その日のうちに、おすきバーの宿を探しに出かけ、三年坂の旗子をやっと突き止めたのが、もう夜のことで。それからいよいよ不安を感じ、旗子の者にちょうちんを持たせて、清水堂へ探しに出かけたわけである。あの晩、あんは、 おつうを無事に連れて、カラスマルの家へ戻ってきたが、おすぎのために極度な恐怖を経験させられたおつうは、翌日から熱を病んで、今もって枕が上がらない。上太郎少年は枕元に突きき切りで、彼女のつむりを水手ぬぐいで冷やしたり、薬の晩をしたりして、いじらしいほど看護に勤めている。二人が、 待っているだろうな。だからあ庵は、なるべく早く帰ってやりたいと思っていたが、連れの光弘は、帰るどころか、遊びはこれからだというように冴えている。しかしさすがに、剣や主戦もやがて相手、勝負なしに今度は飲み始めたと思うと、膝つき合わせて何か議論だった。武家政治がどうとか、 苦行の存在価値とか、常任と海外発展とか、問題は大きいらしい。女の膝から床柱へ移転して、拓庵は目をつぶって聞いている。眠っているのかと思うと、時々、二人の議論の端を耳にして、にやりと笑う。そのうちに光弘が、よ、この江戸のは、いつの間に帰ってしもうたのか。 不平に覚め、昭悠もまた、興ざめたように顔を改めて、それよりも、吉野がおらぬ、と、言い出した。けしからぬことを。三つは、墨の方で居眠っていた、かむろの林野へ、吉野を呼んできやい、と、言いつけた。林野は、眠、ね、たげな目を丸くして、廊下を立っていった。そしてさっき、 光悦や昭友の通った座敷を何気なく覗くと、そこにたった一人、いつの間に戻ってきたのか、武蔵が白い明かりと顔を並べて、若年と座っていた。六。あれいつの間にちっとも知らなかった。お帰りなさいませ。林野の声に武蔵が、今、戻ってきました。 さっきの裏口からうん。どこへ行ってきたんですか外まで。いい人と約束があったんでしょう太夫様へ言いつけてあげよう。混ぜた言葉に、武蔵は思わず笑って。皆様の姿が見えるが、皆様はどうなされたかあちらで、観官様やお坊様と一緒になって遊んでいらっしゃいます。光悦殿は知りません お帰りだろうか。光悦殿が帰られたら、拙者も帰りたいと思うが。いけません。ここへ来たら、太夫様のお許しのないうちは帰られないんですよ。黙って帰ると、あなたも笑われますし、私も後で叱られます。カムの冗談さえ、武蔵は真顔になって聞いていた。そういうものかと信じているのである。ですから、黙って帰っては嫌ですよ。 私が来るまで、ここに待っていらっしゃい。林野が出て行くと、しばらく経って、その林野から聞いたのであろう。あんが入ってきて。武蔵、どうしたと、肩を叩いた。あ、これは、あっと驚くほどな出来事に違いない。さっき林野が、お坊様が来ている、とは言ったが、まさかあんであろうとは、 武蔵も思っていなかったのである。しばらくでした。座を滑って、武蔵が両手を使えると、あんはその手を握って。ここは遊びの里だ。挨拶はざっとにしよう。光悦殿も共に来ているという話だが、光悦殿は見えないじゃないか。どこへ参られたやら、探して一緒になろう。お主には色い々ろいろ話したいこともあるが。 それは後にして。言いながら、ふとたくあんが隣のふすまを開けると、そこのこたつ布団へ小病部を囲い、雪の夜を心ゆくまで温まりながら寝ている人がある。それが光悦だった。あまり心地よげに寝ているので、揺り起こすのも心なく思われたが、そっと顔を覗いている間に、光悦は地震から目を覚まし、 たくあんと、むさしの顔を見比べて、おやと、いぶかるような様子だった。わけを聞くと高、こうえつも、あなたとみつひろきょうだけのお席なら、あちらへお邪魔してもよい、と、うちそろって、みつひろの席へ戻ってきた。しかしもう、みつひろも、しょうゆうも、遊びの今日は尽きたていで、 そろそろ感覚の後のしらけた寂しさが、誰の表にも漂いかけている。酒もそうなるとほろ苦いし、唇だけがやたらに乾き、水を飲めば家が思い出されてくる。ことに、あれなり吉野太夫が姿を見せないのが、何としても物足らない。戻ろうではないか。帰りましょう。 一人が言うときは、誰の気持ちもそこに一致していた。何の未練もないというよりは、これ以上、せっかくの良い気持ちが冷めるのを恐れるように、皆すぐ立った。すると、かムろの林屋を先に立たせ、後から吉野太夫付きの引き船、新臓の将、二人、小走りに来て、一同の前に手を使え。お待たせいたしました。 太夫様からのおことづてには、ようようお支度ができましたほどに、皆様をお通しせよとのお言葉にござりまする。お帰りもさることながら、雪の夜は、ふけても明るうござりますし、このお寒さ、せめておかごのうちも、暖かにお戻り遊ばすよう、どうぞ、もう少しの間、こちらでお過ごしくださいませ。と思いがけない迎えである。はてな。 お待たせいたしましたとは何のことか。三つ弘も昭友も一向下せない顔つきで目を見合わせた。七。一度興ざめた心は呼び戻しようもない気がする。それが遊びの世界であるがゆえに余計に気持ちの妥協がつかないのである。どうしたものか。迷っているらしい一同の顔色を見ると、 二人の引き船は、また口を揃えていった。大風様がおっしゃるには、戦国からお席を外し、定めし心ない女子と、皆様がお思いに違いない。けれど、あのような困ったことはない。観願様の行為に任せれば、船橋様のお心に背くし、船橋様の大勢に従えば、観願様にすまないことになるし、 それゆえ黙ってお席を抜けてきたが、実はお二方もにお顔の立つよ。今宵は改めて、吉野様が皆様をお客として迎え、自分のお部屋へお招きしたいという心組み。どうぞそのお気持ちを組んであげて、もうしばらくお帰りをお伸ばしくださいませ。こう聞いてみると、無下に断って帰るのも、 なんだか恐竜に思われるだろうし、吉野が主人となって、自分たちを招くという心意気にも、別な環境がそそられないこともない。行ってみようか。せっかく太夫がそういうものを。そこで、カムロや引舟に案内されてついて行くと、庭先へひなびた薔りを五名分揃える。柔らかな春の雪は、 その人々のわらぞおりで、後も残さず踏まれてゆく。武蔵を除く以外の者は、すぐその趣向に、ははあ、招きは茶だな、と想像していた。吉野が茶の道に、たしなみの深いことは、今さらのことではない。また、こういう後で、一晩の薄茶も、悪くない、などと思いながら行くと、 やがて、茶室のそばも素通りして、どうやら裏庭のずっと奥の風情もない二十歳まで来てしまった。やや不安になって、これこれ、一体マロたちをどこへ連れて行くのじゃ。ここは桑畑ではないか。三つ弘が咎めた。すると引き船は、<laughs> ほほほ、桑畑ではございませぬ。春の末には、毎年ここで、 皆様が将棋でお遊びになる、ボタン畑でございまする。しかし、光宏の不協げな顔は、寒さと合わせて、いとど苦にが,にがしく。桑畑であろうと、ボタン畑であろうと、こういう雪が降り積もって、症状としたありさまでは同じことじゃ。吉野まろたちに、風をひかせる趣向か恐れ入りました。その吉野様は先ほどから、 そこでお待ち受けでございます。どうぞ、あれまでお拾いよ。見れば、畑の隅に、一軒のかやぶき屋根が見える。この六畳の里が、まだ開けないうちからあったような、純然たる百姓屋だった。もちろん、後ろは冬子立ちに囲まれていて、扇屋の人工的な庭とは絶縁されているが、扇屋の地内であることは間違いない。 さあ、こちらへ。引き船は、すすで黒くなっている底の土間へ入って、一度を導き入れ。お越しでござりまする、と、奥へ告げる。ようこそ、さあ、ご遠慮のう。吉野の声が、障子のうちで聞こえ、その障子に、どの日が、赤々と映っていた。まるで、 都を遠く離れてでも来たような。と、人々は、まさ先の壁にかけてある、見逃さなど見回しつつ、そも吉野太夫が、どんな停止ぶりでもてなすことやらと、順に部屋へ入っていった。ボタンをたく。一。浅ぎ無事の着物に、 黒術の帯を締め、髪もつつましやかな女房を曲げに言い直し、薄化粧して、吉野は客を迎え入れた。ほうほう、これは、またあでやかな。と、一同は彼女の姿を見ていった。金病銀色の前に、桃山縫いの打ちかけを着、玉虫色の唇を、 炎然と孤児している時の吉野大夫よりも、このくすんだ百姓屋の壁とろのそばで、あっさりとあさぎもめんを着ている彼女の方が、百倍も美しく見えたのであった。うーん、これはまた、がらりと気が変わってよい。あまり物を褒めない醤油も、ちょっと毒舌を封じられた体である。敷物も、 わざと用いず、吉野はただ、田舎のそばへ一道を生じて。ご覧の通りな山賀のこと、何も伺いはできませんが、雪の夜の地層には、地図の尾から腐舎危険に至るまで、火にまさる地層はないかと存じまして、このように、焚き火の支度だけは、たくさんにしておきました。世もすがら、 語り明かそうとも、きぎだけは、蜂の木をくべずとも、尽きる気遣いはございませぬゆえ、お心安く、お渡りくださいまし。という、なるほど。寒いところを歩かせてきて、ここでほたびに当たらせる。地層というのは、そういう趣向であったのかと、光悦も頷き、昭雄や、光弘や、あんも膝をくつろぎ、 めい,めいが、ろのほたびに手をかざしていると、さ、そちらのお方も、と、しのが少し席を分けて、後ろにいる武蔵を目で招いた。四角なうろ六人して囲むので、自然緩やかではあり得ない。武蔵はさっきから、広くちぎにかしこまっていた。日本の民衆の中では今、 太閤秀吉や大御所の名についで、初代吉野の共鳴は鳴り響いていた。出雲の奥によりも高級な女性として敬愛を持っていたし、大阪城の淀君よりも彩色があって親しみもあるという点でずっと有名だった。だから彼女に接する者は買う客の方が買い手どもと呼ばれ、 最食を売る彼女の方は、太夫様、と、称されていた。風呂に入るにも、七人の次女に、湯を汲ませ、爪を切るにも、二人の引き船をはべらせている、という生活なども、金ね,ね聞いていたことである。けれど、そういう有名な女性を相手にして遊んでいる光悦や昭遊や、光弘などの、ここにいる買い手どもは、 一体何がこれで面白いのだろうか。武蔵にはいくら眺めていてもまるでわからなかった。しかしその面白そうでもない遊びのうちにも客の作法とか女性の礼儀とか双方の心意気とかいうようなものは厳然とあるらしいのでまるで不ってな武蔵は勢い固くなっているほかなくことに ふんの世界には初めて足を踏み入れたことでもあり、よしの名うにちらといられても顔が熱くなって胸の鼓動もあやしげになるのだった。なぜあなただけそうご遠慮なさるのですかここへおいでなされませ。しのに幾度も言われて、は、では。おどおどと武蔵は、 彼女のそばへ座を閉め、一同に習って、ぎこちなく両手を、炉へかざした。彼が自分のそばへ座るうに、吉野は彼のたとの端をちらりと見ていたが、やがて人々が話に興じて紛れ出したところを見計らい、そっと返しを持って、武蔵のたとの端を、それで絞るように拭いていた。あ、恐れ入ります。 武蔵が済ましていれば誰も気づかなかったのに、彼が自分のたもとを覗いてこう礼を言ったので、皆の目がふと吉野の手へ移った。彼女の手にたたまれた返しには、べっとりと赤いものが拭き取られていた。光広は目をそば立てて、よ、や、死ではないか、と口走った。吉野は微笑んで、 いいえ、ひぼたんのひとひらでございましょう、と、すましていた。二、めいめいが、ひとつずつ、さかずきをもって、好む程度に、それを愛し合っていた。ロにモえるほたびは、炉を囲んでいる六名の表へ、柔らかなめい滅となって揺らぎ、外の雪を忍びながら、 その炎を見つめあって、皆、目視に吹けっているのであった。ほとの火が乏しくなると、吉野は傍らの住みかごのようなものの中から一尺ほどに揃えて切ってある細い薪を取ってくべたした。ふと、そのうちに人々は、彼女のくべている細い枯れ木が、ただの松巻きや雑木のようでなく、 まことによく燃える木であることに気づいた。いや、燃えの良いばかりでなく、その炎の色が、実に美しいのに見惚れてしまった。おやこの薪きは、と、誰かが注意はしていたが、誰もが皆黙っているのは、その炎の麗しさに、甲骨と、心を奪われていたからであろう。 わずか四五本の細い薪で部屋中は白昼色になっていた。その薪から立つ柔らかな炎はちょうど白牡丹の風に吹かれているようで、時折紫金色の光と先光な炎とが入り混じってメラメラと燃え狂うのであった。という、ついに一人が口を開いて、 そなたがくべておるその薪の、それは一体何の木じゃただのホタとも思えぬが。光尋がこう尋ね出した時は、その光尋も他の人々も何やらおわしいものがこの暖かい部屋いっぱいに立ち込めているのを感じ出していたのである。それも確かにこの木の燃える匂いらしかった。ボタンの木でございます。 ヨシは言った。ええボタンこれは誰しも意外らしかった。ボタンといえば草花のように思っているので、こんな負けになるほどな木があろうかと疑えてくるのだった。ヨシはくべかけた一枝を光つひろの手に渡して、ご老じませ。という。光つひろは、 それをしょうゆうやこうえつの目にも示し,して、なるほど。これはんの、これはぼたんの枝だ。通りで。と、うめいた。そこで、吉野が説明して言うには、この大木屋の囲いの中にあるんばた畑は、大木屋のたつよりもずっと以前からあるもので、百年以上も経ったぼたんの古株がたくさんある。 その古株から新しい花を咲かせるには、毎年冬にかかる頃、虫のついた古株を切って、新芽の育つように剪定してやる。薪はその時にできるのであるが、もちろん雑木のようにたくさんはできない。これを短く切って炉にくべてみると、炎は柔らかいし、目には美しいし、また、まぶたに染みる毛振りもなく、 くんくんと、良い香りさえする。さすがに、花の王者と言われるだけあって、枯れ木となって薪にされても、ただの雑木とは、この通り、違うところを見ると、質の進化というものは、植物でも、人間でも争えないもので、生きている間の花は咲かせても、死してから後まで、このボタンの薪ぐらいな進化を持っている人間が、どれほどありましょうか。 吉野は話し終わって、そういう私なども、生きている間は愚か、ほんの若いうちだけ見られて枯れて、あとは匂いもない、白骨になる花ですけれど、と、寂しげに微笑んだ。三、ボタンの火は、しらじらと燃え盛り、土辺の人々は、吹ける夜を、つい忘れていた。 何もありませんが、ここに奈だの名詞とボタンの巻きだけは、世が尽きても尽きないほどございますから。という、吉野のもてなしぶりに、人々はすっかり満足して、何もないどころか、これは王者のおごりにもまさる。と、どんな贅沢ごとにもあいているヤや醤油すらが、神妙に簡単してしまう。その代わりに、 なんぞ、後の,の思い出となるように、これへ一筆ずつ、お残しくださいませ。と、吉野が、りを寄せて、筆を下ろしている間に、かむろは、次の部屋へ盲線を述べ、そこへ投資を広げていった。特安坊、太夫がせっかくの求めじゃ、なんぞ、書いて使わされい。三つが、吉野に代わってがすと、 あんはうなずきながら、まず、光ど殿から、と言った。えつは、黙って髪の前へ膝を進め、ボタンの花を一輪描いた。あんはその上に、色かなき見よば、何かはおしままし、惜しむ花さえ散りてゆくように。彼が歌を描いたので、光弘はわざと詩を描いた。 その詩は、ボーリー、山、我を見る。冠中、我、山を見る。愛見れど、愛似たるにあらず。某は、すべて、冠に及ばず。という、大文孔の詩であった。吉野も勧められて、たくあんの歌の少し下へ。咲きつつも、何やら花の寂しきは、じりなんと、 思う心か、と、素直に書いて筆を置いた。昭雄と武蔵とは、黙って見ていただけである。悪じいして、無理に筆を持たせる者などがいなかったのは、武蔵にとっては幸いであった。そのうちに昭雄は、次の間の床脇に、一面の琵琶が立てかけてあるのを見つけ、吉野に琵琶を書紋した。 彼女の断じる一曲を聞いて、それを潮に、今夜の三階としようではないか、と定義する。人々が、それこそ是非に、と求めると、吉野は悪びれぬ体ですぐ琵琶を抱えた。それが、芸のあるのを誇るという風でもないし、また、芸がありながら、広く健をぶるといったような嫌味でもなかった。 いかにも素直なのである。道を離れて次の間のほの暗い畳の中ほどに彼女は琵琶を抱いて座った。土辺の人々は心を澄まして彼女の引く平家の一節に沈黙していた。どの炎が衰えて暗くなりかけても土へ薪をくべたすことを誰も皆忘れて聞き惚れていた。 四弦の細やかな音階が突として、急調になり波長に変わってくるかと思うと、消えかけていた炉の火もにわかに炎を上げて、人々の心を遠くから近くへ呼び戻した。曲が終わると吉野は、ふつつかな技を、と、微笑しながら、琵琶を置いて元の席へ戻ってきた。 それを潮に、みんな牢立って帰りかけた。武蔵はもちろん、空虚から救われたように、ほっとした顔つきで、誰よりも先に土間へ降りていた。吉野は、彼を除いた以外の客へはみな、いちいち帰りの挨拶を交わしたが、武蔵にだけは何も言わなかった。そして、他の人々について、武蔵も一緒に、 そこから戻ろうとすると、吉野は彼のたもとをそっと捉えて、武蔵様、あなたはここへお泊まりなさいませ。なんとの、今夜はお返し申しとうございませぬ、ね、と囁いた。四、武蔵は処女のように顔をあからめた。聞こえないふりを装っても、どぎまぎして、 答えに困っている様子が、そばの人たちの目にも見えた。ねよろしいのでございましょうこのお方を、乙女申しても。吉野は、昭友へ向かって、今度はそう聞いた。昭友は、おいともよいとも、担当かわいがってやってくだされ。わしらが無下に連れ戻る筋合いはない。のう、光悦殿。武蔵は慌てて、 よしのの手を振り払い。いや、私も帰ります。光悦殿とご一緒に。との外へ、無理に出ようとすると、どういう考えか光悦までが。武蔵殿。まあそうおっしゃらずに。今夜はここへお泊まりになって、明日良い潮にお引き上げになってはいかがですか。太夫もせっかく、ああ言って心配しているのですから。 一緒になって彼一人をここへ残していこうとするのである。遊びの世界にも女性というものにも全く無ぶな未経験者を一人ぼっち残しておいて、後で笑いの種にしようというこの大人たちの計画的な悪じゃれではないかと武蔵は邪水してみたが、吉野や光悦の真面目な顔を見ると、 決してそんなザレ事とも思えない。もっとも、吉野と光悦以外の人たちは、武蔵が困っている帝を強がって、日本随一の過も者よ、とか、わしが身代わりになってもよいが、などとからかったりしていたが、やがてその人々のザレ口も、裏かき根の門から駆け込んできた一人の男の言葉に冗談口を塞がれて、 さては、と、今さらのように気づいたことであった。ここへかけてきた男は、吉野の言いつけを受けて、車の外へ、様子を探りに行ってきた、扇屋の雇い人であった。いつの間に、吉野がそんな周到な気配りを働かせていたのかと、人々は驚いていたが、光悦だけは、昼間から、武蔵と行動を共にしていたし、また、 吉野がさっき炉のそばで、武蔵のたもとについていた、血をそっと拭き取ってやっていたときに、すべてを察知していたらしかった。他のお方はともかく、武蔵様だけは、うかつに車の外へ出られませんぞ。と、探ってきたその男は、息を弾ませて、吉野太夫へも、他の人々へも、目撃してきた事実を、 多少誇張しているのではないかと思われるくらいな口ぶりで告げるのであった。もうこの里の門は一方口しか開いておりません。その葬門を挟んで、阿弥ヶ笠蛇屋のあたりにも、あれから柳並木の物陰にも、すごい身支度をしたお武家たちが、目を光らせ、あっちこっちに五人、十人ぐらいずつ、黒々と固まって立っています。それがみんな、 市場の吉岡道場の門人だと言って、あの近所の酒屋でも、あきんど屋でも、今に何が起こるのかと、遠下ろして震えているんで。いや、もうお大変なことですよ。何でも黒輪から馬場の方にかけて、百名ぐらいは来ているだろうという噂ですぜ。その報告する男が、ガチガチと、奥歯を震わせて言うことであるから、話半分として聞いても、 事態の容易でないことは争えなかった。ご苦労だった。もう良いからお休み。その男を退けると、吉野はまた武蔵へ行った。今のようなことを聞けば、あなたは余計に卑怯者と言われたくないと思い、死んでも帰るとおっしゃるかもしれませんが、そんな流行り際やめてくださいませ。今夜、卑怯者と言われても、 明日卑怯者でなければ良いではございませんか。まして今夜はお遊びに来たはずでございましょう。遊ぶときは遊びきるのがむしろ男のゆとりというものではございますまいか。相手方はあなたの帰るのを待ち受けて闇討ちにしようとしているので、それを避けたからといって何の名れでもありませぬ。そこへ進んでぶつかっていくのは かえって資料のないものと言われるばかりか、この車でも迷惑をしますし、ご一緒に出れば、お連れの方々にも巻き添えを受けて、どんなお怪我のない限りもございません。そこをお考え遊ばして、今夜は、この吉野に、あなたのお体を預けてくださいませ。吉野がきっとお預かりいたしましたほどに、皆様には、途中を気をつけて、 お引き上げくださいますように。断言。一。もうこの世界でも起きているうちはないらしい。ばったりと玄関の根も病んでしまった。牛蜜の告げはさっきなったように思う。一同が引き上げてからでもやや一時余りは経つ。 そのまま、夜明を待つつもりなのか、武蔵はぽつねんと、土間の上がりがまちに腰をかけていた。ただ一人、トリコにでもなっているようにである。吉野は、客がいた時も、去ってしまった今も、同じように同じ位置に座って、露へ、ボタンの木をくべていた。そこではおさむございましょうに、露へ。 およりなされませ。この言葉は、彼女の口から、幾度も繰り返されて言われたが、武蔵はその都度、お構いなく、先へお休みください。夜が明け次第に、拙者は自由に帰りますから。と、孤示するばかりで、吉野の顔をよく見ないのである。二人きりになると、吉野もまた、 なんとなく、はにかみがちになって、口も重くなった。異性を異性と感じるようでは、形成の務めはできまいが、などという考えは、安女郎の世界だけを知って、松の暗いの太夫というものの、育ちもしつけも知らない、低い買い手どもの常識である。とはいえ、明日にゆうべに、 異性を見ている吉野と武蔵とでは、比較にならないほどな相違はある。実際の年齢から言っても、吉野の方が武蔵より一つか二つ上かもしれないが、上智の見分やそれを感じたり分けまいたりしていることでは、当然彼女の方がはるかに年上の姉と言える。しかし、そうした彼女にしても、 たった二人きりな深夜の相手が自分の顔を見るのもまばゆそうにときめきを抑えてじっとそこに固くなっていると自分も共に乙女心に帰って相手のものと同じようなうぶなときめきを覚えるのだった。わけを知らないひくふねとかむろはさっきここを出ていく前に次の部屋へ大名の姫君でも伏せるような 豪奢な夜のものを敷いていった。シュス枕に下がっている金の鈴が、ほのぐらいネアの気配のうちに光っていた。それもまた、二人のくつろぎをかえって邪魔していた。時折、屋根の雪や小杖の雪が落ちて、ドサッと、地響きが耳を驚かせた。塀の上から、 人間でも飛び降りたように、その音は大きく聞こえるのであった。吉野は、そっと武蔵を見た。武蔵の影は、その度に、ハリネズミのように千切で膨らむかと見えた。瞳は、鷹のように澄み切っている。神経は、髪の毛の先まで働いているのだ。何者にもあれ、そんな時、 彼の体に触れるものは、皆、切れてしまわずにはいないであろうと思われた。吉野は、何かしら、ぞっとしてきた。陽気け近くの寒さは、骨の髄まで染みる。しかし、それとは違う旋律である。そういう旋律と、異性へ打つときめきと、二つの血の音が、沈黙の底を、こもこもにかけていた。 その二人の間に、ボタンの火は、あくまで燃え続けているのである。そして、彼女がその火の上にかけた釜の口から、やがて、松風がたぎり出すと、吉野の心はいつもの落ち着きに帰って、静かに、茶の手前にかかっていた。もう、ほどなく、夜も明けましょう。武蔵様、一服上がって。 こちらで、手なりとお炙りなされませ。二。ありがとう。言葉だけで、ちょっと会釈し,したまま、武蔵は依然と背を向けていた。どうぞ、と、進める方の吉野も、これ以上は、くどくも当たるので、ついにはまた、黙ってしまう他はない。せっかく、心を込めて立てた茶も、 くさの上で冷えてしまう。吉野は、ふと腹を立てたのか、それとも、吉なき田舎者に、無用のことをと考えたのか、くさを引いて、茶碗の茶を傍らの床星へ捨ててしまった。そしてじっと、われむような目を武蔵へ向けた。相変わらず、武蔵の姿は、背中から見ても、体中を、 鉄の鎧で固めているように、一部の隙も見えなかった。もし、武蔵様何ですかあなたはそうやって、誰に備えているのですか誰にではない。自信の油断を戒しめている。敵には、元よりのことを。それでは、もしここへ、吉岡様の門人衆が、 大勢して、どっと寄せてきたときには、あなたは立ちどころに、切られてしまうに違いない。私には、そう思えてなりませぬ。なんという、お気の毒なお方であろう。武蔵様女の私には、兵法などという道はわかりませぬが、酔いの頃から、あなたの所作や、眼なざしを伺っていると、 今にも切られて死ぬ人のように見えてならないのです。いわば、あなたの表には、思想が満ちていると言って良いかもしれません。一体、武者修行とか、標本者とか言って、世に立ってゆくお方が、大勢の刃を前に控えながら、そんなことで良いものでございましょうかそんなことでも、人に勝てるものでございまするか なじるように、ヨシノがこう畳みかけて、言葉の上で彼を貧殺したばかりでなく、その昇進さを下げすむように微笑んでいったので。何武蔵はドマから足を上げて、彼女の座っている路前にピタと座り直した。ヨシど殿、この武蔵を未熟者だと笑うたな。お怒りなされましたか 言うたものが女だ。怒りもせぬが、拙者の所作が今にも切られる人間に見えてならぬとは、どういうわけか。怒らぬとは言いながら、武蔵の目は、決して生やさしい光ではなかった。こうして夜明けを待っていても、自分を包む吉岡門の呪祖や、柵や、刃物を増している気配は、全身に感じている武蔵であった。 それは何も、吉野が探りにやって知らせてくれないでも、その前から、あらかじめ彼自身は、覚悟に持っていたことである。蓮華王院の境内から、あのまま他へ姿を隠すことも考えないでもなかったが、それでは、連れの光悦へ比例に当たるし、また、株ムの林野へ帰ってくるといった言葉が嘘になる。 同時に、吉岡方の仕返しを恐れて姿を隠したとさ、悟されては、侵害とも考えたりして、再び大木屋へ戻って、何のこともなかったように、あの人々と同席していたのだった。それは武蔵として、かなり苦痛な辛抱でもあったし、自分の余裕を示していたつもりであったのに、なんで吉野は、 その間の自分の虚子を眺めて、未熟だと笑うのか、思想が表に見えるような、と、ののしるのか。形成のザレ口ならば、がめるまでもないが、何か心得があっていうことならば、これも、聞き捨てにならないことと彼は思う。たとえ今、この家を包む、剣の林の中であっても、開き直って、その訳を、 問い極めて見なければならないと、思わず、新卒な目を輝かせて、武蔵は、きつくなじったのであった。三。ただの目ではない。そのまま、刀の先へつけてもいい目が、じーっと、吉野の白い顔を静止して、彼女の答えを、待っているのである。とはむれか。 容易に開かない口へ、武蔵がこう少し激しかかると、吉野は、消していたエクボをまたちらと見せ。何の、にこやかに、かぶりを振って。りそめにも、兵法者の武蔵様へ、今のような言葉、なんでざれごとに申しましょうか。では聞かせ。どうして拙者の身が、そなたの目には、すぐ敵に切られそうなと。 そんな脆い未熟な体に見えるのかその訳を。それほどお尋ねならば申してみましょう。武蔵様あなたは戦国、吉野が皆様へのお慰みに弾いた琵琶の音を聞いておいで遊ばしましたか琵琶あれと拙者の身と何の関わりがあるお尋ねしたのが愚かでした。終始何者かへ。 張り詰めていたあなたのお耳には、あの一曲のうちに奏でられた細やかな音のいろいろも、おそらくお聞き分けはなかったかもしれません。いや、聞いていた。それほどうつつにはおらぬ。では、あの、大弦、中弦、正弦、有弦の、わずか四つしかない糸から、どうしてあのように強い調子や、緩やかな調子や、様々な音色が、 自由自在になり出るのでしょうかそこまでお聞き分けなさいましたかいらぬことであろう。拙者はただ、そなたの語る平曲のゆえを聞いていただけのこと。それ以上、何を聞こう大せの通りです。それで良いのでございますが、私は、今ここで、ビワを一個の人間として、例えてみたいのでございます。で、 ざっとお考えなされても、わずか四つの糸と板の道とから、あのように数多い根が成り出るというのは不思議なことでございませんかその千篇万化の恩解を、負の名で申し上げるよりも、あなたもご存知でございましょう白楽天の琵琶孔という詩のうちに、ビアの音色がよく形容されてありました。 それは、吉野は、細い眉を、ちょっと潜めながら、詩を歌う不死でもなく、そうかといって、ただの言葉でもない訂正で、体言は曹操、旧勿のとく、小言は節節、死後のごとし、曹操節節、作雑に断ずれば、大樹小樹、玉盤に落つ、カンカンたる王金、家庭に滑らか、 優越、川流、水、丹を下る。水仙霊獣、言、行絶し、行絶して通ぜず、声、しばしやむ。別に優秀、暗魂の正ずるあり、この時声なきは、声あるにまさる。銀平、たちまち破れて、水晶、ほとばしり、敵気突出して、 闘争なる。曲を割ってバチを収め、胸に当てて隠す。四弦一世、劣白のごとし。このように、一面の琵琶が、様々な音を生みまする。私は、カムロの頃から、琵琶の体が、不思議で不思議でなりませんでした。そしてついには、自分で琵琶を壊し、 また自分でビアを作ってみたりするうちに、愚かな私にも、とうとうビアの体の内にある、ビアの心を見つけました。そこで言葉を切ると、吉野はそっと立って、さっき引いたビアを抱えてきて、再びそこへ座った。エビを軽く持って、武蔵と自分の間に、それを立てて眺めやりながら。不思議な音色も。 この板の体を割って、ビワの心を覗いてみると、何の不思議でもないことがわかりまする。それを、あなたへお目にかけましょう。なぎなたの俺でもあるような細いなたが、彼女のしなやかな手に振り上げられた。あっと、武蔵が息を飲む間に、早やそのなたの葉は、ビワの小ばへ深く入っていた。毛細板のあたりから、 クワドの下まで、蝶々と、身内、夜ち血の出るような葉音だった。武蔵は、自分の骨へ、なたをくわえられたような痛みを覚えた。しかし、ヨシは惜しげもなく、見る間に、ビワの体を、縦に裂いてしまっていた。四。ご老じませ。 ヨシは、なたを後ろへ隠すと、もうさりげない微笑みを浮かべて、武蔵へ行った。生々しい木肌を剥き出して、裂かれた琵琶の銅は、銅の中の構造を、明らさまに日の下にさらしている。武蔵は、それとヨシの表とを見比べて、この女性のどこに、今のような激しい気象があるのかと疑った。 武蔵の頭には、まだ、今のなたの音が消え去らないで、どこかが痛いようにうずいているのに、吉野の方は赤くもなっていなかった。この通り、琵琶の中は、うつろも同じでございましょうが。では、あの様々な根の変化は、どこから起こるのかと思いますと、この銅の中に渡してある、 横木一つでございまする。この横木こそ、微話の体を持ち支えている骨であり、像でもあり、真でもありまする。なれど、この横木とても、ただ頑丈に、まっすぐに、銅を張りしめているだけでは、何の曲もございません。その変化を生むために、横木には、このようにわざと、浴用の波を、 削りつけてあるのでございまする。ところが、それでもまだ、真の音色というものは出てまいりません。真の音色は、どこからといえば、この横木の両端の力を、程よくそぎ取ってある、緩みから生まれてくるのでございまする。私が、粗末ながら、この一面の琵琶を裂いて、あなたにわかっていただきたいと思う点は、つまり、 私たち人間の生きていく心構えも、このビアと似たものではなかろうかと思うことでござりまする。武蔵の瞳は琵琶の胴から動かなかった。それくらいなこと、誰でもわかりきっていることのようで、実はなかなか琵琶の横ぎほどもお腹に据えていられないのが人間でございますまいか 四弦に一鉢打てば、闘争もなり、雲も避けるような、あの強い調子を生む銅の内には、こうした横着の緩みと締まりとが、ほどよく加減されてあるのを見て、私はある時、これを人の日常として、しみじみ思い当たったことがあったのでございまする。そのことをふと、今宵のあなたの身の上に、 寄せて考え合わせてみると。ああ。これは危ういお人。張り締まっているだけで、緩みといっては微塵もない。もし、こういう琵琶があったとして、それへチを当てるとしたら、音の自由とか、変化は元よりなく、無理に引けば、きっと糸は切れ、銅は避けてしまうであろうに。こう私は、失礼ながら。 あなたのご様子を見て、密かにお案じ申していたわけなのでございまする。決して、ただ足ざまに申したり、ざれ口をもてあそんだ次第ではありません。どうぞおこがましい、女の取り越し苦労と、お聞き流しくださいませ。鳥の声が、遠くでしていた。戸の隙間から、雪のために、強い朝の日が、もう、 刺していたのである。白い木くずと切れた四弦の残骸を見つめたまま、武蔵は鳥の声も耳に覚えなかった。戸の隙間から火の光が刺していたのにも気づかなかった。お、いつの間にか。吉野は夜明けを惜しむように炉の火へ焚き木を足そうとしたが、 ボタンの木は、もう、なかった。塔を開ける物音や、小鳥のさえずりや、朝の気配が遠い世間のように聞こえる。けれど吉野は、いつまでも、ここの雨戸を開けようとはしない。ボタンの木はなくなっても、彼女の血は、まだ、暖かだった。カムロや引船も、彼女が呼ばないうちは、 ここの塔を無断で開けて入ってくるはずもなかった。春を病む人。一。慌ただしく溶け去った春の雪であった。おとといの降りはもう跡形もない。急に強く感じられる日に今日は綿のものは肌から皆捨ててしまいたくなった。 ぬるい風に乗って、春は一山に駆けつけてきたかのように、すべての植物の目を鮮やかに膨らませていた。頼もう、おの申す。背までぬかるみの羽を上げている若い旅の全坊主だった。カラス丸家の玄関に立ち、さっきから大声でこう申し入れていたが、 出てくるものがないので、雑誌部屋の外へ回り、そこの窓から背伸びして覗いていると、なんだえ、おばさん。後ろから言う少年があった。全坊主は振り向いたが、お前こそ何者だ。と、問いたげな目をして、その期待な風景の子供を見守った。カラスまるミスヒ教の館の中に、 どうしてこんなわらべがいるのか、その不調和に目を見張ったのであろう。禅坊主は変な顔したまま、じろじろと、上太郎の姿ばかり見ていて、ものを言わないのである。相変わらず、長いけ剣を腰に横たえ、何を入れているのか、懐を大きく膨らませて、その上を、上太郎は手で押さえながら。おばさん。 おせまいをもらうなら、台所の方へ回らなければダメだよ。裏門を知らないのかいと言った。おせまい、そんなものをいただきに来たのじゃない。若い禅坊主は、自分の胸にかけている不箱を目で示し、わしは、先週の南曹寺のものだが、この親方へ来ている、周宝宅安殿へ、急な御書面をお届けするために出てきたのだ。 お前は、お台所へ出入りの小僧か。おいらかおいらは、ここに泊まっているものだよ。あん様と同じお客様なんだ。ほう、そうか。しからば、あん殿へ告げてくれぬか。贈り元の田島から、自中へあてて、何か下級なお手紙が参りましたゆえ、南宗寺の者が、持って伺いましたと。じゃあ、待っといで。今、あんさんを呼んできてやるから。 上太郎は玄関へ飛び上がった。汚いかかとの跡が色台にベタベタ残る。そこのついたての足につまずいたはずみに、彼が手で押さえていた懐の中から、小さいみかんがいくつも転がり出した。慌ててみかんをかき集め、上太郎は往来を飛ぶように奥へかけていった。ややしばらく経って、 彼はまた、そこへ戻ってきて、なよ、と、待っている、南宗寺の使いへ行った。いるかと思ったら、今日は朝から、大徳寺へ行ったんだとさ。お帰りは、わかりませんかもう帰ってくるだろうでは、待たせておいてもらいます。どこか、お邪魔にならないお部屋はありませんかあるよ。上太郎は、外へ出てきた。 この館のことなら何でもわきまえているように心笑顔して先に歩き、おばさん、この中で待っているといいよ。ここの中なら邪魔にならないから、と牛小屋へ案内した。藁だの、車の輪だの、牛の踏んだのがいっぱいに散らかっている。南層時の使いは驚いた顔したが、上太郎はもう客を置いてあなたへ駆け出していた。 広い庭内を庭伝いに走り、西の奥の日当たりの良い一間を覗いて、お通さん、みかん買ってきたよ、と叫んだ。二、薬を飲んでいるし、手当ても十分なはずなのに、どうしたのか、今度の熱は下がらない。したがって、食欲がなかった。自分の表へ手が触れるたびに、 お通は、ああ、こんなに痩せて、と、ふと驚く。病気というような病気は、自分でもないと信じているし、見舞ってくれた、カラスマルケの医師も、心配はないと保証していたが、どうしてこう痩せてしまうのかしら。そこについ、神経質な悩みと熱が絡む。しきりに口が乾くので、みかんが食べたい。 ふと漏らしたところ、この数日来、何にも食べないでいる彼女の容態を、ひどく心配していた上太郎は、みかんと、問い返すと、早速、それを取りに、さっきここを出て行ったのであった。台所の役人に聞いたところが、みかんなどは、親方にもないという。それから外へ出て、 青物店だの、食べ物屋を見て歩いたが、どこにもみかんはなかった。京極の腹に位置が立っていた。彼はそこへも行って、みかんはないか、みかんはないか、と探し歩いたが、絹糸だの,だの、木綿だの、油だの、毛皮だの、そんな店ばかり出ていて、みかんなど一つだって見つからなかった。 上太郎はどうかして、彼女の食べたいというみかんを手に入れたいと思った。よその屋敷の塀の上にたまたまそのみかんがあったと思って、盗んでも欲しい気がして寄ってみると、それは代々であったり、食べられないカリンの実であった。京都の町を半分も探して歩いた。すると、 あるしろの拝殿に、そのみかんが見つかった。芋だの、人参だのと一緒に、三方に乗って、神前に上がっていたのである。上太郎は、みかんだけ、懐に詰め込んで、逃げてきたのだった。後ろから神様が、どろぼうと、追いかけてくるような気持ちがした。上太郎はそれが怖くなって、 私は食べませんから、バチを当てないでください。と、カラスマルけの門の中へ逃げ込むまで、胸の中で謝っていた。けれど、お通には、そんなことは話せない。枕元へ座って、海中のみかんを出して、一つずつ並べてみせ。そのうちの一個を取って早速、お通さん、まあ、そうだぜ。食べてごらん。 川をむいて、彼女の手に持たせてやると、おつうは何か強い感情に疲れたと見え、顔を横に隠したまま、みかんは食べようともしないのであった。どうしたのさ上太郎はその顔を覗き込んだ。糸うようにおつうは余計に枕へ顔をうずめてしまい,ししい。どうもしやしないどうもしやしないと言った。 上太郎は下打ちして、また泣き虫が始まったね。喜ぶかと思ってみかんを買ってきたら泣いちまうんだもの。つまらねえな。ごめんよ、上太さん。食べないのえ後で。向いたのだけ食べてみなよ。ね。食べてみればきっと美味しいよ。美味しいでしょ。上太郎さんの気持ちだけでも。だけど、食べ物を見ると。 もう口へ入れる気にならないんです。もったいないけれど。泣くからさ、何がそんなに悲しいのタ太郎さんが、あんまり親切にしてくれるから、嬉しくって。泣いちゃ嫌だな。おいらも泣きたくなっちまうわ。もう泣かない。堪忍してね。じゃあ、それ食べてくれる何か食べないと死んじまうぜ。私、トでいただきます。 ジョタさんを食べおいらは食べない神様の目を恐れて、ジョータロはそう言いながら、縄つばを飲んだ。三。いつもジョタさん、みかんは好きじゃないの好きだけれど、どうして今日は食べないのどうしてでも。私が食べないからえおう。じゃあ、私も食べるから。 ジョタさんもお上がりお通は顔を仰向けに直して、細い指で、みかんの袋の筋を取っている。ジョータロウは困った顔して。本当はね、お通さん。おいら途中でもうたくさん食べてきたんだよ。そう乾いている口へ、みかんの一さを含みながら、お通はうつつのように言った。たくあんさんは今日は、 大徳寺へ行ったんだって。おととい、あんさんは、よその家で、武蔵様に会ったんですってね。おお、聞いたえその時あんさんは、私がここにいることを、武蔵様へ、話したかしら話したろと。そのうちに、武蔵様をここへ呼んでやると、あんさんは、私におっしゃったけれど、ジョさんには、何にも言っていなかった おいらには何にもそんなことは言わないよ。忘れているのかしら。帰ってきたらそう言ってみよっかええ。と、彼女は初めてニコと枕の上から笑みを向けて。だけど、聞くなら私がいないところでね。お通さんの前で聞いちゃいけないの決まりが悪いから、そんなことないさ。でも、タクアンさんは、 私の病気を、武蔵病だなんて言うんだもの。あら、いつの間にか食べちゃったぞ。何みかんもう一つ食べないもうたくさん、美味しかったわ。きっと、これから何度も食べられるよ。こんな時に武蔵様が来れば、きっとすぐ起きられてしまえるんだかな。ジョさんまで、そんなことを言って。ジョ郎とこんな話をしているうちは、 熱も体の痛さも忘れている彼女であった。そこへ、カラスマル家の小侍が、ジョーど殿、いますかと、縁の外から言う。はい、おります。答えると、タクアン殿があちらでおびです。すぐおいでなさい。と、告げて去った。おやタクアンさん、帰ってきたのかしら行ってごらんなさい。 おつうさん、寂しくないいいえ。じゃあ、用が済んだら、すぐ来るからね。枕元を立ちかけると、ちょうたさん、あのこと、忘れずに聞いてね。あのことってもう忘れたのあ、ああ、武蔵様が、いつここへ来るのかって、それを催促することだね。おつうの痩せている方に、赤い血がかすかに刺した。 その顔を、ヤグの襟で、半分隠しながら。いいこと忘れてはダメですよ。きっとね。きっと聞いてね。と、念を押した。四。拓腕は、光尋の今へ来て、光尋と何か話しているおりだった。そこの襖を開けて、拓腕さん、何か用上太郎が後ろに立つと、 まあ,あ、座りなさい。と、あんがいい。光つ弘は、上太郎の武作法を、許している目元で、ニヤニヤ眺めていた。そばへ座るとすぐ、上太郎は、あんへ向かって行った。あのね、あんさんとこへ。先週の何層時から、あんさんみたいな坊さんが、急養の使いに来て待ってるよ。呼んできてあげようか。いや、 そのことなら、今聞いた。もうあったのひどい小僧だと、あの使いがこぼしていたぞ。どうしてはるばる来たものを、牛小屋へ案内して、ここで待って俺と言ったまま、捨て置いたというじゃないか。でもあの人が、自分から、どこか邪魔にならないところへ置いてくれと言ったからさ。三つは、膝を揺すって、ははははは、牛小屋へ入れておいたのか。 それはひどい。と、笑った。しかし、すぐ魔王に帰って。では、お坊には、泉州へ戻らずに、ここからすぐ、田島へご発足あるか。と、あ庵へ向かって聞く。あ庵は頷いて、何分、気がかりな書面の内容であるから、ぜひ、そうしたいと答え。支度と言っても、別段ない身でもあるし、明日と言わずに、 今すぐお別れ申したい、という。二人の話の様子を、上太郎はいぶかって。卓安さん、旅へ立つの急に国元へ行かねばならぬことになってな。何の用国にいる老母が寝ついて、今度はだいぶ重いという気がかりな知らせだから。卓安さんにも、おっかさんがあったのわしだって、木の股から生まれた子ではないよ。 今度はいつ帰ってくるつもり母の様子次第で。すると、困ったな。タクあンさんがいなくなっちゃうと。と、ジ太郎はそこで、お通の気持ちを思いやったり、また彼女と自分の行く先なども考え出して、心細くなったものか。じゃあ、もう、タクあンさんとは会えなくなるのそんなことはない。またきっと会える。 お前たち二人のことは、親方へもようお頼みしてあるから、お通さんもくよくよせずに、早く体を丈夫にするよう、お前も勇気をつけてやってくれ。あの病人は薬よりも、心の力が欲しいのだ。それが、おいらの力ではダメなんだよ。武蔵様が来てくれないと、治らないぜ。困った病人だの。お前もとんでもないものと、この世の道連れになったものだ。 おとといの晩、あんさんは、どこかで武蔵様に会ったんだろううん。光つ弘と顔を見合わせて、あんは苦笑を流した。どこでと突っ込んで場所を聞かれては困りそうな顔つきであったが、上太郎の質問は、そういう仕様には触れず。武蔵様、いつここへ来るの タクあンさんが、武蔵様を、ここへ呼んでやると言ったもんだから、お通さんは毎日、そればかり待ってるじゃないか。ねえ、タクワンさん、おいらのお師匠様は一体、今、どこにいるのさ。そのところさえわかれば、今すぐにでも、自分で迎えに行きたそうな、ジ太郎の質問であった。うん。あの、武蔵のことか。曖昧にこう言ったが、 たくあんも、そのむさしとおつうとを合わせてやろうという、親切を忘れてしまっているわけではさらさらない。今日もそれを心にかけて、大徳寺の帰り道に、光悦の家へ立ち寄り、むさしの在費を尋ねてみたところ、光悦が困った顔して言うには、どういうものか、おとといの晩以来、むさしはいまだに、大木屋から戻ってこない。 母の妙衆にも案じるので、早く返してくれるように、今も吉野太夫へ手紙を遣わして、頼んでやったところです。という、彼の話なのである。五。ほう。では、武蔵とえらいうあの夜の男は、あれきり、吉野太夫の元から帰ってこぬのか。光尋は聞いて、まのこを見張った。 中場は意外なこととして、中場は軽い嫉妬も手伝って、大行にそう言ったのである。あんは、上太郎の手前、多くを言わなかったが、ただ、あれもやはり平凡な、つまらん人間でしかないと見える。とかく若いうち、天才らしく見えるものほど、行く末、当てにならないものだ。したが、吉野も変わり者じゃな。 どこが用て、あんな汚い武骨者に。吉野にせよ、お通にせよ。女の気心のみは、あんにも下しかねる。わしの目からは、皆等しい病人としか思えぬが、武蔵にもそろそろ人間の春が訪れてきたのでござろう。これからが本当の修行。危ないのは、剣よりは女子の手だが、他人の力でどうなるものではなし。 ほっておくしかあるまいて。ひとりごとのようにつぶやいてから、たくあんは、ふと旅の空へ心を急ぎ、三つ広へ向かって、改めて別れを告げたうえ、なお、当分の間ではあるが、病中のお通と、上太郎の御とをくれぐれも館に託して、それからまもなく、カラス丸家の門を、ひょうぜんと出て行った。旅を、 朝立つものと決めているのは普通の旅行者のことであって、あんには朝立ちも夕立ちも差したる問題ではないらしい。今もすでに日足は西に薄づいて往来の人影にものろく通る牛舎にも虹色の母合が差していた。今もすでに日足は西に薄づいて往来の人影にものろく通る牛舎にも 虹色のボアが差していた。たくあんさんたくあんさんと、しきりに、後から呼びかけて追ってくるものがある。上太郎だなと、たくあんは困ったような顔つきを振り向ける。上太郎は息を切って、彼のたもとを捉え、懸命に訴えた。ょうだから、たくあんさん、もう一度帰って、お通さんに何度か言っておくれよ。 おつうさんがまた泣き出しちまって、おいらにはどうしていいかわからないんだもの。お前、話したのか、武蔵のことを。だって、聞くから。そしたら、おつうさんが泣き出したというのか。ことによると、おつうさんは死んでしまうかもしれないぜ。どうして死にたそうな顔しているものを、こんなこと言ったよ。もう一度会って死にたい。もう一度会ってから死にたいって。 じゃあ、死ぬ気遣いない。ほっとけほっとけ。タクあンさん、吉野だよってどこにいる人そんなこと聞いてどうするつもりじゃ。お師匠さんはそこにいるんじゃないか。だって、親方様とタクあンさんが話していたろお前はそんなことまでお通さんに喋ったのか。おう。それではあの泣き虫さんが死にそうなことを口走るわけじゃ。 わしが戻ってみたところで、にわかにおつうさんの病気を治してやる試案もないから、わしがこう言ったと告げなさい。何というのご飯をお食べって。なんだそんなことなら、おいらが一日に百遍も言ってらおそうか。それはお前の言う言葉が、そのままおつうさんにとっては無理の名言なのだが、それさえ耳に通らない病人ならば仕方がないから、何もかも正直に言って、 聞かせるのだな。というふうに武蔵は、吉野という形勢にうつつを抜かし、今日で三日も、大木屋から帰ってこぬという。それを見ても、武蔵がお通さんを少しも思っていないことがわかろう。そんな男をしとうて、どうする気じゃと、よく、泣き虫のお通さんに言うてやるがよい。聞くもいまいましげに、上太郎は強くかぶりを振った。 そんなことあるもんか。おいらのお師匠様は、そんな武士じゃない。そんなことを言ったらお通さんは、本当に自分で死んでしまうぞ。なんだい、たくあん坊主め。お前こそ大バカだ。大馬鹿三太郎だ。六。叱られたな。ははは。怒ったのか、上太郎。おいらのお師匠様のこと、を悪く言うからさ。お通さんのこと、をバカだなんて言うからさ。 お前、かわいいつだ。頭を撫でてやると、上太郎は、その頭を動かして、あんの手を振り落とし。もういいよ。拓腕坊主なんか、何も頼まないから。おいら一人で、武蔵様を探してきて、お通さんに会わせてやるからいい。知ってるか何をよ。武蔵のいるところを、知らなくたって、探せば知れない。余計な心配するな。 弱なことを言っても、お前には、吉野大夫の家は、なかなかわからぬぞ。教えてやろうか頼まない、頼まない。そう、ポンポン当たるな、上太郎。わしじゃとで、お通さんの仇じゃない。武蔵を憎む理由もない。それどころか、どうかしてあの二人が二人とも、良い生涯を全うしてくれるように、陰で祈っているものだ。じゃあ、どうして意地悪をするんだい お前には、いじわると見えるのか。そうかもしれんな。だが、武蔵もお通さんも、今のところ、どっちもまあ病人のようなものだ。体の病を治すのが医者で、心の病を治すのが坊主ということになっているが、その心の病のうちでも、お通さんのは重体だ。武蔵の方は放っておけばどうにかなろうが、お通さんの方は、 わしにも今のところではどうにもならん。だから、サジを投げて言うのだよ。武蔵のような男に、片思いしてどうするんだ。さらりと思い切って、ご飯をたんと食べ直せとな。そういうより、他ないじゃないか。だからいいよ。クソ坊ずのてめえなんかに、何も頼むといやしねえや。わしの言葉が嘘だと思ったら、六条柳町の大木屋へ行き、 そこで武蔵がどうしているか見届けて来い。そして見たままの事実をお通さんに話してやれ。一度は嘆き悲しむだろうが、それで目が覚めれば結構じゃ。上太郎は耳の穴へ指で線をして。うるさい、うるさいどんぐり坊主。なんじゃ、わしの後を追いかけてきたくせに。坊主、坊主、伏せはないぞ。伏せ欲しけら歌うたえ。たくあんのせい。 こう、うたくちょうでののしりながら、じょうたろうは耳を塞いだまま、遠くなってゆく姿を見送っていた。しかし、たくあんの影があちらの辻の横へ隠れると、じょうたろうの目には涙がせり上がってきて、それがぼろぼろと溢れ落ちるまで、ぼんやりたたずんでいた。慌てて肘を曲げ、涙の顔を横にこすると、彼は、 迷っている犬の子が、急に何か思い出したように往来を見回して、おわさん担ぎして、通りかかった女房風の女のそばへ駆け寄った。そしていきなり、特上柳町ってどこと、尋ねた。びっくりしたように女は、くるわでしょくるわって何まあ何するとこ嫌な子だね。睨みつけて、 その女は通り過ぎてしまった。なんでそうされたのか、城太郎はそんな不審にたじろいではいない。こりもせず次々に、六条柳町への道と、そこの大木屋という家を聞いて歩いた。